ワン、ツー、スリー。残酷な天使のように少年よ神話になれ。ワン、ツー、スリー、フォー。テッ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 テ天使のテーゼガズレレリーシンプル簡単バージョン2021年版やってみました。いかがだったでしょうか。ちょっと今までのね取り上げてきたガズレレとは違うコード進行コードネームになってるところもちょっとあってちょっとパワーアップしてるんです。ぜひ皆さんまずゆっくり取り組んでやってみてください。そしてですね今聞いていただいて分かったと思うんですけどガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってます。これね本当は2番もあるんですけどフルコーラスでやってみたいなという方はですね1番のコード進行と一緒ですからコード進行、コードを書き出して2番の歌詞を書き加えるとオリジナルの楽譜が完成されるので、そういうのもね、ちょっと慣れてきたら、やってみてください。ひとまずは今のシンプル簡単バージョン、ガズレレの簡単 YouTube 動画に合わせて練習していってみてください。歌詞とコードが出てますからね。で、1個目のゴール設定としては、ガズレレの簡単版の YouTube と一緒に合わせて弾けるようになったら、1個目のゴール達成ということにしておきましょう。ここまででも結構ね、この曲はなかなかね、山盛りなメロディーライン、歌のね、感じとかありますんで、まずそこまで行って、練習してみてください。で、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。その方どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さんだけでお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を作り出す、これをやっていただきたいなと思います。でもやっぱりいきなり歌詞とコード全部覚えているわけではないでしょうから、最初のうちは楽譜的なものを見てそれをこうだん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 自分の中に落とし込んでいくようにいずれ覚えちゃってね、大空に向かって歌うとかやってもらうのがいいと思うんですけど、そういう風にね練習していくのがいいと思います。でも楽譜ってどこにあるのってことになると思うんですけど安心してください。今のね残酷な天使のテーゼを見て、ガズが手
書きで書いたこのノートを見ながら今演奏していきました。今日は2枚にわたってます山盛りですけれども、これねもうちょっとしたらこんな風にみんなにこういう分かりやすく大きく写してみんなもこんな風に書いてみたらいいよという風にシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の残酷な天使を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大なストックの中の楽譜、リストデータになってます。これから毎月5曲皆さんがこの曲面白そうやってみたいなというのを毎月5曲皆さんのお手元にダウンロードしていただけて、もちろん全部 YouTube にリンクしてますからね、すぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいんですよね。ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしといてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版の残酷な天使のテーゼです。高橋洋子さん、エヴァンゲリオン。まあこれね、もうほんとキングオブアニソンですから、見ていきましょう。このイントロなんですけど、イントロでいけないこのサビが始まるということね。これシンプル簡単バージョンを伸ばして、かっこいいバージョンでこうガズベージョンで弾き方を変えていきますね、かっこいいバージョンとは。はい。で、ここもちょっと見て、下にくるっと囲ってるさ、コードが変わってます。下に書いてあるやつは、かっこいい版ではこのコードを弾くよというふうに覚えておいてください。で、ここにもタタタタとかこう、書いてあるでしょ。これ決めなんですけど、かっこいいバージョンでここ決めを入れていきます。はい。そんな感じで今こんな風に映していきますんで、一時停止してノートとかに書き出してください。演奏動画中のテロップを書いてもらうのもいいと思うし、この楽譜をさっき紹介させてもらったガズクラブでお手元にダウンロードしていただくのが一番ね、カジュアルにこう楽譜手に入れられるかなというふうに思います。ガズのノートの特徴はこの点ですね。この点でリズムを測ってますから、これがすごく有効だと思います。コードも結構いろいろ変わってますからね、今回はね、かっこいいバージョンと。一時停止で書いていってください。はい、OK。はい、ここ、B メロ。ですか？ B メロからサビですね。はい。はい、で、ここ、途中カッティングっていうのがあって、これがですね、ちょっと、今はね、こう、カウントだけで済ませたんですけど、かっこいいバージョンでここちょっとね、カッティングっていう技を入れていきます。ちょっとここね、ドコドコドコと。ドカドカドカって、間が入るんですよね。1回目のサビが終わったと。そして、印象的な、これ。ファリア、セタメッソのところ。はい。これもちょっとコードをかっこいいバージョンで変えていったりするんですけど、ここのロマンティックなところもこう演奏して、で、今のシンプル簡単バージョンはこの間奏というところをやって、ここで終わったのが今のシンプル簡単バージョン。ちなみに、これからやる、後半やるかっこいいバージョンでは、ちょっとセミロングバージョンで、B メロの2番から戻ってもう一回サビやります。これ B メロですね。はい。2番の B メロをやって、そしてここ見て、サビへって書いてあるから、またもう一回ここのサビ。これを繰り返して、最後終わったよというふうに、かっこいいバージョンではそういうちょっとロング、セミロングバージョンでやってみようと思います。はい。じゃあちょっと出てくるコードをご紹介。ちょっと今日コードもいっぱいありますね。シンプル簡単バージョンは今これだけ。赤く囲ってるやつは後半やのかっこいいバージョンで出てくるコードで。今は隠しておきます。読んでいきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、E7、Em7。これ8個のコードは、もうガズレレではおなじみのもうね、入門コードですよ。これ安心してください。これです。ドン。ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃわかりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう。ものすごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。これ絶対必見ですよ。8個のコードを覚えちゃってください。今日10個のうちのね、これ8個出てくるわけですから。遅かれ早かれ覚えましょう。はい。そしたら、こっからかっこいいバージョンの解説を、もろもろ、もりもり入っていきたいと思うんですけど、もうね、かっこいいバージョンは結構山盛りなんで、もうスイスイいきますよ。まずいつも言ってるんですけど、今の4つ弾きで歌をしっかり
覚えておいてくださいね。言葉のタイミングとか結構ね、絶妙なタイミングで言葉が入ってますんでね。もうでもこの曲ね、もう皆さんご存知でしょうからね、歌はね。はい。かっこいいバージョンの解説開始します。かっこいいバージョンではコードが3つ追加されます。まずはね、G7 指す方。これは簡単。入門コードのうちの1個 G7 を押さえていただいて、小指見て、1弦の3フレットを足したら G7 指す方。離すと G7。これはよく出てくるやつ。行ったり来たり、G7 指す方と G7。はい、もう1個これ。はい。E7 指す方。これも同じような感じですね。入門コードの1個の一つの E7。これヤンキーと私は呼んでますけど、ね、これ人差し指見て、これがこっちになったら E7 指す方。こっちが E7 です。これも E7 指す方から E7。こんな風に使っていきます。これがね、いい響きを出すんです。今日もう一個これです。F メジャー7。これがね、まあかっこいいバージョンで、この切ない響き。F メジャー7を押さえる場所、こことここ。3弦と4弦の5フレットです。こんな風に押さえるのをおすすめしています。この人差し指がこっちにある分ね、ここ5フレット結構距離があるんで、戻るときにね、この人差し指が先行している分ちょっと得になります。今から覚える方は、こういう風に押さえるのがいいと思います。はい、F メジャー7。この響き。ああ、いい響き。これ大好きなんですね。はい。これが入ると急に難易度がありますからね。ちょっと難しかったら F のままでひとまずは大丈夫だと思います。ひとまずちょっとね、コードのご紹介でした。じゃあ今日弾き方ですけど、今日は、ね、たっぷりあるよ。いきます。これです。ドン。ガズペジオと16ビートと16ビートのチャとカッティング。はい。山盛りですね。今日この曲勢いあるもんね。あ、これはもう仕方ない。今回のかっこいいバージョンももうなかなかね、ハイレベルだと思うんですけど、いや、やっていきましょう。今映ってるこの4つの弾き方、解説動画ここに貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、それぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がもうすでに立ち上がってます。もうめちゃくちゃ勢いで見てください。もうそこを見て、リズムを自分のものにして、僕を戻ってきてくださいね。今日は一応、基本なリズムは16ビートのチャなんですけど、結構疾走感たっぷりのイケイケっぽいやつです。ちょっとやってみると。体の動きはこんな感じ。こういう、でっかいんだけど、ちょっとこうグイグイいく感じ。で、サビは1ブロック2個入ってくるんで、ちょっと早いです。じゃーん、ドークナンバーンつって、タカタカタンつって、こんな風にグイ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 結構勢いのあるね、16ビートのチャだけど、普段のなんかこうおっとりした感じっていうよりはもうエヴァンゲリオンですから、もうここグイグイガーって感じでね、行きたい感じ、勢いが結構この曲は肝心なんだけど、勢い余って結構速くなりがちなんで、その辺のさじ加減が難しいかなというふうに思います。じゃあちょっとね、流れに沿って説明していきましょう。まずイントロのザーンゆっくりめで始まって、ここガズペジオザーンコークでこうつまびくような感じで行きたいと思います。で、少年よ神話に F メジャー7で伸ばして、ここからリズムが入ってきます。前奏から16ビートのチャで、次注目ここ、今のダッタッタッタってこう決め G7 のところ、ここカッティングですね。音が止まってます。1回ずつ左手で止まってるんですよ。もう1回後半からここペコ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 動いてるでしょ、これカッティングでダッ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 って、こういう決めが入ってる、はい、ここがカッティングです。カッティングっていうのはちょっと難しいんでね、ちょっとさっき紹介したリズムのところの勉強のところでカッティング動画を見てもう研究しまくってください。はい、そんな感じで進んでいきます。あとこれ A メロのところは16ビートのチャー入んないやつですね。ガズレレの1個前にやったこの残酷な天使のテーゼのアレンジはここね、伸ばしてやったんですけど、伸ばすとちょっとあまりにもゆったり感出ちゃうなと思ったんで、チャーを入れずに青い風が今触れる、こんな感じでこう軽やかに16ビートでこう繋いでいこうと思います。チャを入れないっていうのがポイントですね。ここはコードはですね、こう変わってくるところあるんですけど、E7 サスポート、G7 サスポートが入ってくるんで、その辺もちょっとご注目いただき、これは多分見ていただけるとわかると思います。軽やかに、しなやかに16ビートを弾かないと、この疾走感というか気持ち良さが出ません。そして自分の演奏をですね、ちょっと撮ったりなんかしてもらって、ガチャガチャしてたらちょっとしんどいですよね。ガチャガチャしてるっていうのはどういうことかって言ったら、こういうのガチャガチャっていう感じです。ガチャガチャしてない演奏っていうのはこうです。しなやかでしょ。これを目指しましょう。見て、手がもう柳の木みたいにもうしな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 、もう力はもう全く入ってないですけど、体の動きを見てください。こんな風にゆったりこう柔らかいイメージの16ビートだけどちょっと力強い、これを意識していきましょう。そして B メロ、ダーケードいつかからまた8ビートの、あ、じゃあ16ビートのチャに戻って力強くなっていきます。ダーケードいつか気づくでしょ、この次フレーズ入ります。その背中に3、5、7、10、はい、これはね、本当はね、もうちょっと
コード進行違うんですけど、このメロディーをちょっと弾きたいなと思ったんで、ガズレレオリジナルのアレンジなんですけど、C を押さえといて、3フレット、5フレット、7フレット、10フレット、やった後に、次 F メジャー7だから、ここです。この辺がちょっとね、先を読みながら弾かないと難しい。ちょっとそこやってみます。だけどいつ気づくでしょう、その背中に3、5、7、10、あるか未来という風に入っています。この1弦の3、5、7、10、全部弾いて、3、5、7、10、みたいな右手でいいと思いますね。はい。このフレーズを入れていくし、これかっこいいんです。で、このお次。遥か未来目指すため。あ、次がね、決め入るよ。ダンダン、ダーツトーツタ。今、E7 のところで、最初は、ダンダン、チャカタタ、タタタタタ。わかった。E7 がちょっと入る。E7 弾いといて、ダダタタタ。人差し指がこっちに1個ずれたでしょ？よーく見てて。E7、E7 サス4、E7 が一瞬のうちに入ります。その前から。羽があること。That's that's that. はい。たー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 。ここへ、よーく見て。はい。もう一回。羽があること。残酷。はい。ここ決め。この細かいですけど。これいうのが入るとサビにドーンとこう突入してる感じが出ると思いますね。これで、カッティング、この後ね、1回目のサビが終わった後、ちょっとカッティングのするバースがあるんですけど、ここはですね、今回ちょっとコードを軽くつけてみました。ちょっとそこだけやってみます。少年よ神話になるから。少年よ神話になれ。これカッティングです。これつまり左手触ってるだけでカチャカチャやってるだけ、右手はってやってるんですけど、最初の音だけにコード1回 Am と F だから、このリズムをね、こう曲の中に織り込んでるっていうイメージなんですけど、ちょっとコード感をつけました。カッティングはほら、左手はどこでカチャカチャやってもいいですからね。ここでもいいし、どこでもいいわけです。はい。これ、かっこいいでしょ。これもずっとキープされてる、このしなやかな16ビートのこの、ね、柳の手みたいな、この、何も力が入ってないよ。はい。これでいきます。そしてこの後、ファリアーセーターメッソーのここのところでまたカッティングなんですけど、ここちょっとね、ムードを違うカッティング入りの16ビートのチャでやってみます。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー。かっこいいでしょ。これ D マイナーを押さえておいて、ツッチャッチャッツッタカタカチャカツカッタッチャッツッタカタカチャカタカ。これね、ちょっと難しい。ちょっとこのフレーズ口で言ってみると、ツクタッチャタッタツクツクチャタッタツクタッチャタッタツクツクチャタッタ、せいのーツクタッチャカッタタタタタチャカツタツクタッチャカッタタタタチャカツタタッタッタタタタチャカツタタッタッタタタタチャカツタタッタッタタタチャカツタタッタッタタタチャカツタタッタッタタタチャカツタ、難しいんだけどかっこいいでしょ。ワン、ツー、スリー、フォー、チッドン、チャカッと、トコトコ、チャタッタ、チッドン、タコット、トコトコ、チャコット、チッドン、チャコット、トコトコ、チャコット。このカッティングです。これスーパーハイレベル、難しい。これ難しかったら普通の16ビートで。バーギアでも、まずはいいと思います。はい。できるようでちょっと余裕出てきたら。バーギアこんな感じでやってみるのをおすすめするんですけど、こういうリズムもありますよというちょっと今日ご紹介でございました。はい、時間ある時にちょっとゆっくりやってみてください。この後は、繰り返しになるんですけど、かっこいいバージョンはさっきよりちょっとロングバージョンになってて、 B メロのね、2番の B メロという歌が足されます。人は愛を紡ぎながら、はい、弾き方は同じです。でまたサビ繰り返して最後、一番最後だけね、少年よ神話になれ
イナーでなーって決めてジャカジャカジャンジャン終わりという山盛りタイプでございます。2021年改訂版はですね、かっこいいバージョン、これはなかなかね、難しいかなと思うんですけど、こう長い時間かけてちょっと取り組んでいきましょう。そしてやっぱいつも言うことなんですけど、こういういろいろテクニックなこと決めとか、こういうコーダとかいろいろ出てくるんですけど、そればっかりならないようにね、エヴァンゲリオンのあの大好きなシーンを思い浮かべたり、この歌詞の内容でグッとくることを、ほんと歌詞をこう思い浮かべながら、やっぱ感情もちょっと乗っけてください。それをミックスさせて音楽をやる。これを忘れてはいけません。はい。それではやってみましょう。残酷な天使と天使、ガズレレ流かっこいい場所、やってみる。ワン、ツー。残酷な天使のように少年よ神話になれ。 これはね結構悶絶、特にあのファーリアセータメッソのところ、このタッタッタッタ、あれはねかっちょいいんですけどね、ちょっとあれ掴み取るのはちょっと時間かかるかもしれない。ちょっとね動画何回も見てもらって、あのムードだけでもちょっと掴んでいただければというふうに思います。今 G ラボのこのウクレレたちね、大好評、販売予約受付中ですからね、概要欄に貼っときます。それとこの本の予約がスタートになりました。2月15日に発売のね、リットミュージックから出る子供と歌おうという本です。これもうアマゾンとか書店さん楽器店でただいま大好評予約受付中。それを記念しまして3月12日は渋谷のタワーレコードでインストアイベント無料ですよ、開催します。ぜひ皆さん来てください。あのね渋谷のタワーレコードで、予約してもらうといいことばっかりです。その辺のことについても概要欄に貼っとくんで、チェックぜひともよろしくお願いします。2023年はガズレレがスタートしてですね、生誕10周年
皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京名古屋大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日は昼間と夜2つ時間帯があってイベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいてライブハウスでお会いしましょう。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このねガズピアノというのをやってるんですよ。これガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね YouTube チャンネルも、これ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもあの YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。